次に堀井勝議員の質問を許可します。堀井議員。質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。それでは早速質問に入らせていただきます。まず第一点目は都市計画公園、平田氏が計画している都市計画公園並びに都市計画道路の進捗状況および大阪府内の進捗状況について合わせてお尋ねをいたします。2つ目は再生可能エネルギー、太陽光発電等の普及促進について、本市では地球温暖化対策実行計画の基本方針の1つ目に、再生可能エネルギーの利用拡大をうたわれ、太陽光発電設備の普及促進に力を入れていただいております。これまでどのような取り組みを進められ、どのような成果があったのかお尋ねいたします。また、本年7月に淀川衛星事業所内に大型太陽光発電設備を稼働されました。まだわずか5ヶ月しか稼働しておりませんが、これの効果について併せてお尋ねをいたします。次に中核市移行後の組織体制についてお尋ねをいたします。去る11月29日に政令が公布され、平成26年4月の中核市移行に向け大詰めの準備段階に来ています。去る12月市議会の初日には、枚方市議会始まって以来とも思われる39本もの条例が無事可決されました。つい今ほどは石村議員からも質問がございましたが、中核市移行により保険証業務をはじめ数多くの事務事業を処理しなければなりませんが、そうした事務を単なる事務として処理するだけでなく、市民サービスの向上、市民満足度の向上と合わせて枚方市のさらなる発展のために生かしていかなければならないと思います。こうしたことを踏まえて、どのような人事および組織体制を構築されようとしているのか、竹内市長にお尋ねをいたします。以上です。池水都市整備部長。1、都市計画公園道路の進捗状況と計画変更等の有無についてお答えいたします。都市計画公園および都市計画道路の平成24年度末の整備状況でございますが、都市計画公園につきましては100箇所を都市計画決定しており、このうち87箇所の公園を開設しております。面積にいたしますと、全体179ヘクタールのうち約 75% の約134ヘクタールが開設済みであります。また政令指定都市を除く大阪府内では平成23年の末時点で約 60% の開設となっております。次に都市計画道路につきましては、本年8月に都市計画道路の見直しを行い、全計画延長107キロメートルのうち約 62% の約66キロメートルが整備済みでございます。また政令指定都市を除く大阪府内では平成23年度末時点で約 62% の整備率となっております。岩田環境保全部長。再生可能エネルギーの普及促進についてお答えいたします。太陽光発電設備につきましては、これまで順次公共施設への設置を進めており、今年度に設置した
淀川衛星事業所内の大型太陽光発電設備を含め、公共施設全体で1015kW となり、メガソーラーを実現しております。また、地域全体の太陽光発電設備の出力は、住宅用太陽光発電設備への補助の効果もあり、今年の9月には、平成21年度末の4倍の15,700kW となっております。次に、淀川衛星事業所内の大型太陽光発電設備につきましては、7月に稼働後、順調に発電しており、5ヶ月間で335,000kWh を発電し、CO2 の削減量は155トンとなっております。売電収入は1400万円で、土地の費用負担がないこともあり、リース料を差し引いて530万円の収益が上がっております。竹内市長。中核市移行後の組織体制につきましてお答えをいたします。中核市になりますと、保健所の設置や産業廃棄物の対策など、大阪府から多くの事務の委譲を受けることとなります。こうした事務をまずは円滑に引き継ぎ、適正に運用していくことが重要であると考えております。このような考えを基本にしながら、委譲を受けた権限を活用し、より魅力的な町を目指して、効率的で機能的な執行体制の整備を図ってまいりたいと考えておりまして、平成26年第1回定例会におきまして、事務文書条例の改正につきまして、議案を提出させていただきたい、このように考えております。また新たな組織には、適材適所の人員配置を行いまして、中核市の行政を担う市役所として、より一層の活性化が図られるよう、体制整備に努めてまいります。堀井議員。それでは都市計画についてお尋ねをいたします。道路については本年8月に見直しが行われ、約20キロの道路を廃止変更されました。また都市計画公園については、つい先ほど木村議員の質問に対して見直しを進めていくという答弁がございました。しかし都市計画公園の中には、初代今池公園のように計画されてから44年以上も未着手の公園があり、その土地には制限がかかったままであるがゆえに、長期未着手の都市計画公園はどのようにお考えで直されるのか、お尋ねをいたします。池水都市整備部長。都市計画公園の見直しにつきましては、枚方市緑の基本計画の改正に合わせて、個々の公園の特性を踏まえまして、見直しの方針を策定していきたいと考えております。長期未着手となっている公園につきましても、この見直し作業の中で、存続、変更、廃止の検討を進めてまいります。初代今池公園や林池公園などは、現状が池となっており、近年多発する局地的な豪雨対策の面から、降雨時における保水・遊水機能についても検証していく必要があるものと考えております。堀井議員。はい。初代今池公園は、今も申されましたようにため池であり、集中豪雨時の保水・遊水機能を検証していかれることは十分理解いたしますので、しっかりと検証していただきたい、このように思います。しかし、初代今池公園は、これまで都市計画の規制による長期間の権利制限をかけたまま、しかも今なお整備されていないことから、一日も早く見直しを図るか、予定通りの計画で整備をしてほしいというのが地元の思いであります。いつごろ整備される予定なのか、お尋ねをいたします。また、整備までの間、制限をかけられた土地に対し、駐車場や材料置き場などの土地利用することについて、どのようにお考えか、お尋ねをいたします。小山土木部長。はい。ご指摘の初代今池公園につきましては、現時点におきまして、明確な整備計画をお示しできない状況でございます。このようなことから、今回の都市計画公園の見直しや、並行して進める
枚方市緑の基本計画の改正作業の中で、地域全体の緑の量を再調査し、地元のご意見も十分に伺いながら、長年未整備である都市計画公園の規模や整備方針について検討してまいります。また、整備までの土地利用につきましては、当該地は市街化調整区域でありますことから、露店の駐車場や材料置き場など、建築物の建築を伴わないものであれば、都市計画上の法上の制限はございません。堀井議員。最後に独り言を申しておきますが、これまで私の質問に対する答弁を聞いておられる皆さんは、何の変哲もない全く一般的な公園の整備計画の質疑に他ならない、このように聞いておられるかと思いますが、私は今から27年前の昭和61年12月17日第4回定例会以降、今日まで11回について初代今池公園の後援化をお願いしているところでございますが、何ら進展いたしておりません。平成元年6月20日の第2回定例会で、当時のじいさんは本年度は初代今池公園の進入路として水道道から今池公園までの用地買収をします。平成2年度には進入路の工事を着手します。平成4年度までに公園用地 5.5 ヘクタールを買収します。平成5年度以降公園整備の工事に着手しますいう答弁をいただき、あまりのスピード差に僕もびっくりしたんですが、それ以来全くの不履行でありまして、二度目のびっくりをしているところでございます。またその後、平成3年、6年、9年、13年に答弁されました理事さんや部長さんは、それぞれかっこよく答弁されましたけども、もうすでに退職されてここにおりません。平成20年、21年、昨年の質問に一定の答弁をされました理事さん、部長さん4人、この席に今いらっしゃいます。名前は申し上げません。それぞれ胸に手を当てて、お考えをいただけたら、自分が私にどんな答弁をしてきたかということがお答え、記憶にあると思います。先日、前田議員がこの席から、議員をなめないでほしいというような趣旨のご発言が思いました、ありました。私も同様の心境であります。ただいまの小山部長の答弁に至るヒアリングの中で明らかになっているのは、平成34年度までは初代今池公園に公園化については考える余地は全くない。平成35年以降に検討するというようなヒアリングの過程でした。私は今も開いた口が塞がらない思いでいっぱいであります。都市計画決定がされて44年も経って事業着手できてないどころか、さらに10年先になってやっと検討するというような都市計画は私は聞いたことない。先祖伝来の貴重な財産区財産に50年もの長きにわたり権利制限をかけておいて、住民に住まないどころか当たり前と言わんばっかりの行政を進めておられる竹内市長さん、あなたですよ。そしてまた理事者の皆さん、そんな行政で本当にいいんですか。とことん議論したいとこですけども、私に与えられた時間は30分しかありませんので、改めてまた次の機会にやらせていただきたいと思います。次に、2つ目の環境問題であります。太陽光発電設備の今後の設置予定としまして、失礼しました、原子力発電所の事故を機に、
国のエネルギー政策は大きく転換し、この冬原子力発電所50基すべてが稼働を停止しています。省エネが定着してきたとはいえ、エネルギー需給不安定により再生可能エネルギーの導入への期待がますます高まっています。本市としてもどんな再生可能エネルギーの導入を進めていくべきかと考えておられるか、今後の進め方についてお考えをお尋ねいたします。岩田環境保全部長。はい。太陽光発電設備の今後の設置予定としましては、来年秋開設予定の市立枚方病院に出力30キロワットの太陽光発電設備の設置を進めております。また現在大阪府の再生可能エネルギー等導入推進基金事業補助金を活用して、サボリ村野や小学校などの市有施設に太陽光発電設備と蓄電池を導入すべく補助金の申請を行っているところでございます。堀井議員。サボリ村野や小学校に太陽光発電設備と蓄電池を設置するため府に申請中ということですが、その施設設置の選択とですね、どの程度の設備を導入されるのかお尋ねをいたします。岩田環境保全部長。はい。今回の府の補助金は防災拠点や災害時に機能を保持すべき公共施設へ再生可能エネルギーや蓄電池の導入を促進するということが目的であります。そこで本市では地域防災計画で避難所に位置づけられている施設のうち、太陽光発電設備が未設置でかつ耐震性が確保されているサプリ村野と小学校6校の計7施設について、それぞれ出力10キロワットの太陽光発電設備と5キロワットの蓄電池を設置するという内容で申請を行っております。堀井議員。大規模な未利用地として元公園墓地用地がございますが、そこに淀川衛星事業所に設置したような大型太陽光発電の設置をする考えはないかお尋ねをいたします。岩田環境保全部長。はい。元公園墓地用地については以前に検討を行いましたが、大型太陽光発電設備を設置するために電力会社との系統連結費用や造成費用が高くとなり、採算性を確保できないことから設置は困難であると考えております。堀井議員。本市の再生可能エネルギー太陽光発電の取り組みについて、 CO2 削減をはじめ売電収益も上がっていることから、今後も新病院や災害時避難所である小学校、また午前中の西田議員の質問に、新しく設置されます給食調理場にも太陽光発電設備を設置する、さらに効果を上げるために取り組みが必要であると私は思いますし、今日までの取り組みに高く評価をするところでございますが、市長さんはどのようにお考えかお尋ねをいたします。竹内市長。本市におきましては地球温暖化対策の柱の一つとして太陽光発電の普及拡大に取り組んでいるところでございます。公共施設への太陽光発電設備の率先的な導入を進めるとともに、市民の皆さんの力で太陽光発電を増やしていくため、住宅用太陽光発電設備への補助を行い、多くの市民の皆さんに設置をしていただいております。今年度平成25年度におきましては予定の500件をすでに終了し、本議会で追加補助を行うための2000万円の補正予算をご承認をいただきました。市内事業者にも太陽光発電を導入されているところが増えているところでございまして、市市民事業者がそれぞれの立場で太陽光発電設備の導入を進めていくことが大切であると考えております。
堀井議員。ところで、私が居住をいたしております地元、初代区の初代土地改良区と初代財産区管理会に対し、去る10月、大阪府環境農林水産部農政室整備課およびエネルギー政策課の方々が、初代新大池に水上太陽光発電施設、いわゆるフロート式メガソーラー事業の導入についての紹介がございました。それによりますと、年間予測発電量1598MWh、年間売電収益5757万円、年間の CO2 削減量500トン等々の効果があると試算されております。初代土地改良区および財産区は、再生可能エネルギーの促進と CO2 の削減に貢献し、さらにため池の有効活用のモデルとして大阪府下をはじめ全国に発信したいと言っておられます。それを推進するために、去る10月29日、11月13日、11月27日の3回にわたって、本市地域振興部並びに環境保全部の出席を求め話し合いをされているようでありますが、地域振興部は大阪府総務部市町村課から出されている財産区財産処分同意審査マニュアルに基づき運用されているために、財産区の財産の貸与はできませんと回答をされているわけです。しかし、このマニュアルの参考にある同意の要件括弧5貸し付け括弧例外的な処分行為の要件2番目に、対応することに公益上の必要性があること、すなわち市町村の公共事業に活用する貸し付けにより、市町村の施策事業の進展を図るという、この定義をクリアすれば、財産区の財産も例外的に貸し付けができるものというように書かれています。先ほども申し上げましたように、日本は現在50基の原子力発電所が完全に停止している今、地球温暖化防止、 CO2 の削減、再生エネルギー、いわゆる太陽光発電等の利用拡大は、行政として当然取り組まなければならない公共事業であると私は思っています。また先ほど来、本市が進めている再生可能エネルギー太陽光発電等について、竹内市長も太陽光発電設備の導入を推進していくことが大切、こういうに申されているわけですから、大阪府のマニュアルある貸し付けをすることに公益上の必要があることは当然クリアできるものと、このように思うわけですが、お考えをお尋ねいたします。宮本地域振興部長。財産区は地方自治法に基づき、その財産の管理および処分または廃止についてのみ行為能力を有することと限定されており、財産区財産が本来の目的に沿った形で利用されない場合は、売却するか市に寄付することが原則となっております。初代新大池はため池の機能があるため、池の水面を利用した太陽光発電につきましては、土地の処分ではなく貸し付けという形になります。議員お示しのように、財産区財産の貸し付
付けについては例外的な処分行為として大阪府総務部市町村課から出されている財産区財産処分同意審査マニュアルに基づき運用しており、その中で貸し付けをすることに公益上の必要があること、と記されていることから公共事業などに活用する場合は貸し付けが可能となります。 CO2 削減のための再生エネルギーの活用は公益性を有し重要な課題でもあることから、初代新大池での太陽光発電導入につきまして発信効果や採算性などを検討し実現の可能性を見極めてまいります。堀井議員。あとは独り言を言っておきますけれども、この間財産庫財産の貸し付けについて否定され続けてきた地域振興部、私はヒアリングの時に地域振興部という名前を返上してね、地域交代部にしたらどうやというように言っておったんですが、まあ、この地域振興部もやっと府のマニュアルの公益上の必要があることを受け止められて、公益性を有し重要な課題であることを今お認めになられたわけです。再生可能エネルギーの促進と CO2 削減に貢献し、さらにため池の有効活用のモデルとして取り組みたいと申されている地元財産区並びに土地改良区をはじめ大阪府とも十分な協議をされて、再生可能エネルギー太陽光発電等の利用拡大の先進都市枚方として全国に発信できるように取り組んでいただきたいと、このことを要望しておきます。最後になりましたが、中核市移行について、これも独り言を言っておきます。去る11月16日、枚方中核市枚方移行記念公園、これですね、立派なすりもんですよ、カラーのね、こういう記念公演が行われまして、内容はより魅力的な町を目指して、また元気になるために中核市枚方の未来を掲げた講演会と対談を開催されました。私もワクワクさしながら出席させていただいて熱心に聞かせていただきましたが、残念ながら竹内市長からは表題に掲げたような市民へのメッセージは発信されませんでした。それどころか辰巳拓郎さんから、竹尾氏は小枝子のことやってんねんし、枚方氏は中核市になるんやったらこんなことやったらどうでんねんって指摘を受けながらも、それをよう反発しなかった。非常に見苦しかった。中核市移行によって行政の権限だけが巨大されるのではなく、もっぱら市民サービスの向上、そして市民満足度の向上につながる組織体制と職場環境を整えられるように強く要望いたしまして、私の質問を終了させていただきます。ありがとうございました。これにて堀井勝議員の質問を終結します。